ストレッチしようかな。第5位、第5位は柔軟性が上がるですね。はい、水泳やってるとね、本当に柔軟性めちゃくちゃ上がります。例えばですけども、違う部活、まあ、サッカー部とかテニス部とかそういった部活に比べると、肩がね本当に柔軟性すごいです。で、肩甲骨を出すっていう動きがあるんですけども、水泳部は基本的に大体ほぼ全員できます。ただ他の部活になってくると全然肩甲骨が出ないっていう場面が出てくるんで、特に上半身、肩周りの柔軟性については水泳部は別に普段ストレッチをそんな重点的にしてるわけじゃないんですけども、かなりあります。で、まあ基本水泳ってどこの関節、全身で運動するので、どこの関節の柔軟性も基本的に上げる必要がありますので、幼少期から特に水泳やってますっていう人は全身もうほとんど全ての柔軟性が高いですね。僕は結構水泳部の中では体が硬い方ですけども、まあ、一般人の中に紛れると関節はかなり柔らかい部類に、はい、なります。まあ、それぐらい結構水泳って柔軟性が高いのが必要、かつやってるだけでそこそこ柔軟性上がりますので、はい、体硬いよっていう人は水泳始めてみると、もう別にストレッチしなくても柔軟性が上がっていくと思います。僕最近水泳を始めたんですけど、膝が全然痛くなくて、はい、治りましたわ。第4位は関節の負担が少ないですね。これめちゃくちゃやっぱでかいですね。はい、陸上運動っていうのは重力がありますので、どうしても関節に負担がかかります。それに比べて水泳はね、水中で行うので、もう全然関節に負担かかりません。特に膝が悪いよとか足首悪いよっていう人は、走る歩くっていう運動でかなりね膝とか痛くなるっていう人が多いんですけども、それでもね水中で歩くとか泳ぐとかなってくると、本当膝とか全然痛くなりませんって人本当に多いんで、まあ、野球選手とかでも関節を痛めた選手は水中でちょっと軽く動く運動するっていう人もいますね。それぐらいね、水泳ってかなり負担少ないんですよ。特に陸上部でよく聞くのは、陸上選手って試合前はあんまりマックスで練習しないらしいんですよ。っていうのもやっぱ陸上ってめちゃくちゃ負担かかるんで、まあ、50m を一気に思いっきり走るって言っても関節とかにダメージであったり疲れがかなり蓄積するらしいんですよね。でも水泳に限ってはまあテーパーって言って軽く調整はかけますけども、そこそこね泳いだりしてもそこまで関節に疲れとか負担がいきませんので、そこはねかなり水泳のいいところです。そうなんですよ、実は僕最近仕事終わりにプール行き出して、はい、5キロ痩せました。第3位は痩せるですね。結局ね痩せますね。はい、まあ特に水泳部、ガチで水泳やってる人で本当に太ってる人はいませんね。はい、まあめちゃくちゃ飯食うんですよ。てか飯食わされます。で、飯食わされるんですけども、体重もっと増やせよってコーチに怒られます。それぐらいどうしても太りにくいんで、運動のねカロリーが半端じゃないんで、その辺がね非常にいいところだと思います。ただ水中にずっといると水で体温を奪われて、なんかすごいお腹が空いてしまうっていう研究結果もあるらしいんで、はい、水中に入ってあんまり運動しないとかウォーキング程度で終わりますっていう人は、ご飯を食べ過ぎないようにするっていうのが注意ですね。ただまあ普通に1日2時間3時間泳ぎますっていう人は消費カロリーが半端ないんで、多分結構飯食っても体重なかなか増えないんで、その点に関してはいいところですね。なんか最近水泳始めたけど肩こり治ったな。第2位は肩こりがなくなるですね。はい、肩こりはね本当になくなりますよ。水泳っていうのはねずっと腕を回してます。肩、肩甲骨をぐる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 回してますので、肩こりっていう概念なくなりますね。肩こりは基本的にこの辺の筋肉が凝り固まったり、こう血液がうまく流れなくなったりして、肩こりが起きるんですけども、まあ、水泳ってこう腕ずっと回してるんで、まあ、あんだけ腕何十回何百回何千回も回してると、
まあ、血流が悪くなるってことないんですね。なので水泳やってて肩こり、すごいもう今日肩凝ってて肩重いんですよって人はいません、はい、僕も水泳やってもう30年、まあ、言い過ぎか25年ぐらいしてますけども、本当に肩こりになったことないんですよね、はい、それぐらい水泳はね肩こりに非常にいいので、はい、もしあの普段デスクワークでちょっとしんどいなっていう人はちょっと本当にたまにプール行って 2,30 分泳ぐ、腕回して泳ぐだけでも全然変わってくると思いますよ。なんだか肩幅が広くなりました。番外編は肩幅が広くなるんですね、はい、これはまあ女子にとってはメリットかどうか分かりませんが、男子にとってはね、こう体が華奢でちょっと悩んでますっていう人は水泳やるだけでね、あの体が結構上半身ともにいい体になってきて逆三角形っぽい感じになってくるので、男らしい体になると思います、はい。まあ、水泳とかねオリンピックとか世界大会で見てると本当にねみんなかっこいい体型してますよ、はい、もう理想の体型ですっていうぐらいかっこいい体になりますので、はい、水泳やってみてちょっとね体を鍛えてみると、体がちょっとなよなよで悩んでますって人はいいかもしれませんね。うわー、よっしゃー、持久走1位。第1位は持久力が上がるですね。これも本当につきますよ。で、持久力っていうのは、いやその水中で泳ぐだけの持久力が上がるんでしょって思うかもしれませんが、あの水中であの持久力が上がると陸上での持久力も上がります。これも本当にびっくりするんですけど、水泳選手って普段全く走ったりはしません。ただ全く走らないにもかかわらず陸上で持久走をしますってなるとそこそこ上位に行くんですよ、はい、これがすごいですよね。だからもう水中でずっと泳ぐだけで心肺機能だけは上がっていくんで、陸上に行くとその心肺機能をうまく活かして持久走もそこそこ速く走れるんですよ。僕はね全く走ったことないんですけども、普段一応 1500m 走で5分切ってます、はい、クラスでもかなり上位でしたね、はい、全然走ってませんよ普段は、泳ぐだけですなんですけども、それぐらいの記録が出ますので、これフォーム整えてうまく走る方向にシフトしたらどんだけ記録出るねんと思ってましたけども、まあでも走るのはしんどいんでやってませんでした、はい、それぐらいねあの水泳ってもう勝手に持久力ついていきますんで、これおすすめです。はい、今回以上でございました、今日は水泳をやるメリットについてお話していきました。水泳ね結構本当に面白いし、老若男女、もう赤ちゃんからおじいさんおばあさんまでできますので、ぜひともどの年齢でも始めてみることをお勧めします。では今回以上。